Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、ラブです、今すっぴんなんですけれども、保湿だけはしているんですけれども、なぜかというと、ちょっと前にですね、オランダのニッキーチュートリアルズという有名な YouTuber がですね、手と指だけを使ってフルメイクをするというタグをやっていて、本当に面白そうだなと思ったので、ちょっとやってみようかなと思っています。で、彼女は本当にメイク上手いので、もう手だけでもね、もう眉もすんごい綺麗にできてたんですけれども、まあ私はそこまでできないんですが、ちょっとやってみたいと思いますので、興味ある方はぜひこのままご覧ください。はい、今回はですね、ちょっと順番が違って、ベースメイクより先に眉を仕上げていこうと思います。で、眉ペンシルが使えないので、リップブロープロメイドのミディアムブラウンアナステージアから出ているこちらを使いたいと思います。で、これをですね、指にとって、右利きなので右側は簡単というかやりやすいんですけど、左がね、かなり難しいと思われます。最近ずっとペンシルで、細めのペンシルで眉をやっているので、めっちゃついた。ちょっと窓開けっぱなしなので外がうるさいですけども、問題はですね、この眉尻のこのテールをね、指の先につけようと思っても爪に入っちゃうからね。ここはすごい広がってきてるけど、いいかな。ちょっと後でやります。で、右手でやるとこうなって見えないので、私が自分で左手でやってみたいと思います。いつもよりだいぶ時間かかっちゃう感じね。なんかこっちの方が毛が少ないのかな、薄い感じが。なんかすごい角度になっちゃった。これぐらいかな。あんまりやるとどん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 太くなりそうなので、このぐらいにしておきます。はい、この後にですね、眉をちょっとシェイプするために、マックの、ペンポットのソフトウォーカーを使って、ちょっと眉の形を整えたいと思います。よいしょ。こういう感じでね、眉尻をシュッと。で、なおかつここのハイライトにもなるので、ちょうどいいかと思います。ほい、よし。では次に、ベースメイクいきたいと思います。ベースはですね、ちょっと2色混ぜますね。 SK-2 のオーラアクティベーター CC クリームと
ヌートジーナのヘルシースキンリキッドメイクアップの40、ちょっと濃いのでこれと混ぜます。で、こんな感じでつけて混ぜます。ちょっと少なかったかな。で、中心から伸ばしていきます。今日はそんなに濃いメイクをしようとは思っていないので、さっさっさっと。最近ニキビが鼻の周りにできちゃうんだけどね。はい。そしてコンシーラーは、クラランスのインスタントコンシーラーの01番を使います。これも指に取ります。ああ、スポンジで干したいけどスポンジも使えないので、ひたすら手でポン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 としてなじませます。いいですかね。はい。そして、セットするには、ミネラライスキンフィニッシュの、まあ、マックのね、ミネラライスキンフィニッシュのライトプラスを使おうと思います。これも指でいきます。目の下はね、後で白っぽいパウダーもしようと思うので、ちょっとだけ。ちょっとテカテっぽいところを中心に。はい、アイメイクに行きましょうか。MACのソフトサーブシャドウのソフンドアップを使いたいと思います。で、こちらもね、以前、動画でご紹介したことがあるんですけども、これはね、指で使ったりもしてるのでベースとして今日は使いたいと思います。もっと寄りましょうかね。そしてこれも小指の先につけてですね、この目の下の方にもちょっとつけます。全体的には、ブラウンのメイクになる予定です。で、メイクアップギークからのアイシャドウのピーチスムージーをつけて、この線の上、ここら辺をぼかしたいと思います。
では締め色にはこちらまたメイクアップギークからのビトゥンというバーガンディっぽい色を使いたいと思います。これはね小指につけます。これをこの細い、私の二重の幅ぐらいにのせます。今日はねアイラインができないのでちょっとこれでアイラインっぽく、うん、やっぱり左手の方がいいかも。左はね、はい、で同じ色をですねまた先につけて下まぶたの際のところに重ねます。うわ広がった、うん、よいしょ、はい、熱い、はあ、なんかメイクアップギーク続きで久しぶりにライトイヤーというピグメントを使いたいと思います、はい、これを小指の先につけて、なんかいっぱいつきそう、うーん難しいな。うわ、むっちゃついた。ああ、むっちゃついた。いや、指でやるから広がっていきます。はい、はい、はい。この指で、ちょっと目の中心にもポンポンポンと塗っちゃおう。はい、で今回はアイラインができないので、これも久しぶりなんですけども、つけまつげをしようと思います。これはもう何番でどこの顔がわからなかったんですけども、これをね使いたいと思います。で使っていいのかわからなかったんですけども、手だけなのでビューラーで自まつげだけは上げております。ね、やっぱりつけまつげをつけると目の濃さが変わりますね。なんか久しぶりすぎて新鮮です。はい、アイメイクが終わったので今度はフェイスに行きたいと思います。で、ちょっとパウダーのいつも使っているブロンザーだと、まあ、小さいし手に取りにくいので、ご無沙汰なシャネルのブロンズユニバーサルドシャネルを使いたいと思います。これももうカピカピになってきてるんだけども、手に取って、これはクリーム系というか、まあ、もうだいぶ硬いクリーム系なので手に取ってこうね伸ばして、これだいぶ前のやつなのにまだねローズのいい香りがします。これはねやっぱ左は左でつけた方がバランスがいいかな。
やっぱりこれ好きかも。でチークもパウダーの代わりにですね、ナーズのマウティポの G スポットという色をつけたいと思います。おお、結構濃いかなこれ。なんか右と左で色が、でさっき言ってた目の下の白いパウダー、これでエルフのクールブロンザーの白、これをちょっと目の下白くしようかな。あんま変わんないか。ここのねたるみがねもうやばいでしょ。もうハイライターは、ミネラルスキンフィニッシュマックのソフト&ジェントルをこの一番高い位置にのせてきます。見えるのかなこのカメラで。あ、ちょっと光ってるね。で最後リップは、まあ、アイメイクが濃いめの色なので、ランコムのリップラバー、318番のタンゴという色になります。でこれも指で塗らなくちゃいけないので、一回手に出して濃い色だと指だと飛び出ちゃうので、これぐらいのヌード系の色がおすすめです。はい、出来上がりました。手だけを使ったフルメイク完成です。どうでしょうか。眉がね、意外と思ったよりはまあまあいけたかなと。アイメイクはどうかな、あんまいつもと変わんないぐらい、つけまつげをしたのでいつもより濃いぐらいで、はい、どうでしょうかね。手でもね本当にフルメイクできることはできるんですけども、やっぱりブラシがあるとかなり時短だし、ブレンディングブラシとかね、アイメイクはあのブレンドが綺麗にやっぱりブラシの方ができるかなと思います。うん、まあひたすらこうやってねブレンドしていくと指でもできるとは思うんですけども、ただねもうこことかすんごいハイライトが下の方まで入っちゃってるし、この下のアイシャドウとかもかなり太めに入ったので、もうこうやって消してねな感じになっております。でも本当これ楽しかったです、やってみて。うん、なので、皆さんこれでやりたいと思った方ぜひやってみてください。で、やったらですね、まあ何か SNS でお知らせください。見に行きます。はい、では今回はこれで以上です。 Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye!